広島11、ご中日、26日、マツダスタジアム、広島のドラフト3位、大道が先発初勝利を挙げた。5回3分の2を8安打5失点ながら、打っては2回にプロ初安打初打点となるタイムリーを放った。デイリースポーツ評論家の安谷総八氏、76、は合格点と評価し、体力面は今後の課題と指摘した。大道は粘り強く投げた。立ち上がりはボールが先行し失点した。それでも試合を作り6回途中まで投げた投球は、先発として合格点だ。中継ぎの時は、直球を高めに投げて空振りを奪う場面を何度も見てきた。この日は違った。状態が悪かったこともあったと思うが、低めを意識して丁寧に投げた。奪三振は2つだけだった。3回1四1三塁で高橋周を打ち取った場面が象徴的。夕頃併殺打に仕留めてピンチを切り抜けた。打たせて取る投球ができるようになれば体力を温存できる。もっと長い回を投げられるだろう。球数が100球に近づき、連打を許して降板した6回はストライクとボールがはっきりした。先発に配置転換されたのは6月上旬だ。大学時代に先発をしていたとはいえ、急ピッチでの調整だけに体力面は今後の課題だ。腕を思い切り振り抜く姿はくのりと重なる。先発の適性もある。状況に応じた投球ができるようになれば、白星は自然と増えていくはずだ。